パワーね。対戦相手が見つかりました。青いバーサス芝。はい、というわけで、あ、まだやな。あ、いや、もう始まってるよ。もう始まってるでいい。うん、じゃあちょっと、ルールを設定しながら。はい。まあ、今回ね、国語バトルするということで。はい。ちょっと趣のある、ルールで対戦したいなと思ったんですけど、まあ、なぜかというと、ゴッドがあんまり国語が得意じゃないと。はい。それならば、なるべく公平なルールにしようということで、お互い、順番に、ポケモンを1人指定して1指定して、はい、相手にそれを使うことを、まあ、強制させるのがまずルールの1つで、そのポケモンが1匹、登録されたレンタルパーティー、はいはい、これを、まあ指定して使ってもらうというので、まあ、3つのレンタルパーティーを用意事前にしました。しましたね。はい。で、あとはまあそのレンタルパーティーをまあ使って2人で知らんポケモン、自分で育てた、自分で組んだパーティーじゃないポケモンバトルをするっていうのが今回のルールです。うん、そう。で、選ばれたポケモンは1匹絶対使わなあかん。だから自由枠は実質2匹だけ。そういうことです。ありがとうございます。早速。で、まあ、はい、とりあえず僕はシバというアバターで僕の画面を見てバトルすることになっています。そうですね。で、よし、じゃあ参加バトルチームはレンタルの中、あれ、あ、音で、レンタルの中やったらどれを選んでもいいんだよね。いいよ、うん、いいよ、いいよ。俺は強そうやなって思うパーティーで行け、はい、ブロローブロローか。俺は正直全然分かれへんから、もうこれはその右端のポケモン絶対選べよ。ああ、分かってる分かってる。いいね。ブロローム、あ、そっか、あ、ブロローム来てる、来しろ。OKOK。 じゃあ何さんか分からないけど鋼チームレンタルさせていただきます。で、まず、参加バトルチーム、あ、そうか、準備完了せなかった。で、鋼チーム、あ、そうか、そうか、これでいいんじゃない。俺もちょっと青い初めてのあれなんで。なぜ青いでしょう。初恋の相手が青いじゃん。いや、違います。デフォルトパーティー、だいたいデフォルトネーム。あ、そう、男の子の名前はちょっと忘れちゃったけど、女の子はデフォルトネームは青いです。というわけで、僕はサーフ号のチームでいきます。はい、僕は、ブロローム。はいはいはい。ブロロローム。すごい、鋼や。鋼チームや。鋼チームでございます。ああ。逆にちょっと、怖い。弱点が明確やから。いやいや、そこはね、タイプ複合があるからね。タイプ相性。なるほどな。鋼に強いのはノーマル草子。でも逆に絶対出てくるポケモン1匹分かってるからね。それを見越してポケモン選べると。強いやつはおらん。毒だけが鋼は弱いんか。あとは三角。ポケモンの見た目でタイプって分かりますか。いや、分かんねえ。分かんねえやつも多い。大丈夫、感じたままにやれ。多分こいつはあの属性、こいつはあの属性が、あ、感じに強そう。時間ああああああ、オッケーオッケーオッケー、完了完了。オッケー、思ったより余裕なかった。はい、というわけで対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。サーフ号お借りしてます。ハガレパーティーの恐ろしさ見せたるわ。サーフ号舐めんやサーフ号舐められへんよ。なんで選んだ。あ、おばあちゃんが応援してる。おったん、鉄の薬。うわ、かっこいい。え、何これ。え、ちょっと待って。思ってたやつじゃない。え、デリバードじゃないの。デリバードのパチモン。お前いい反応するな。デリバードのパチモン君でした。というか、これあれ色地やな。え、何それ。今回って技の特性ありますね。
ね。なるほど。なるほどな。おお。まずはこれでいこうか。ごめんごめん、ちょっと何もか。はい、選びますよ。さあどうします？あ、うわうわ、かわいい。結構続く、かわいい。いや、俺はルールがわかんねえんで、ワンタよくわかんねえけど、よくわかんねえけど、これが一番強いっていうのはわかるぜ。テラッサル。ほう。氷テラッサル。氷テラッサル、そしてフリーズドライ氷技。さあ、氷技になれ。ここは今一つだけど。え、あ。あれ？あ、凍っちゃった。よっしゃー！よっしゃー！よっしゃー！勝った！うわぁ、いけ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 るいけいけるぞ。いつかわずかでやってよかった。で、これでえ、もうだって溶けるまでこれだと戻しても直らんかったんだよ、ボール。クイックターンで入れ替わるか。嘘やろ。おっ、嘘やろ。オッケーオッケーオッケー。なるほどな。まあでもこれで手の内は見れた。もうこのローブには知ってもらうしかない。で、お前にまだ手の内は全部見せない。いけ、サーフゴ。なるほどな。さすがや。風船で浮いてる。風船で浮いてんのか。やった、まだ動かれへん。やった、やばいな。これはやばいな。で、これは何もできんぞ。いや、これやな。効果は今一つでも止まってるから、その間に効果がいいやつ。いや、戦闘が何もできない。何もできない。倒されてしまった。はめ殺しや。これか。やった、やった、やった。これか。気分いいな。もも、もも、もも、はい、デカヌちゃん。本作から出てきたデカヌちゃんですよ。そう、いやでもこれ厳しいな。これ厳しいわ。もうちょいいい勝負できそうやったけどな。ちょっとコールドは想定外や。これしかないか。あーマジかよ。これエイペラは禁止やろ。ピタかわいい。水タイプ、水テラ。あー、似合うな。このままテラバースじゃいい。あー、テラしたら全速流れという。おー、全然効いていない。硬い、サーフゴ硬い。命が少し頭や。ボーボール。おーえー、急所。やった、やった。はい、きつい。いいなー、これ。これはきついなー。あー。これはきつってやなー。なんか仕掛けできそうやな。悪い顔。デカハンマー。うおー、勝った。サーフゴ勝った。痛いよー。これやべえ。テラストラ抜きで3枚抜きをするしか、もうエンペラーがない。やほんま、サーフゴいいわ。いや、君が選んだんだよ。ボールなんて、ボールなんて、おい。人に慣れてるって何？え？あ、人に慣れてる。これはな、たまにポケモンが持ってる2つなみたいなやつで、まあレアなやつ。ほうほう。おら、耐えて耐えて。サーフゴ戻れ。なんか嫌な気がする。てか色違いやん。そう、今なんか、あ、そうか。え、何？やばそう。うわ、あ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 、
ですがこんなデザインない。かっこいいっすね。多分今チラッと見てるけど、ルカリアオムレツの体力減ってるよな。ほう、なるほどな。だからやべえ技なんだよな。オムレツくん、あーオムレツなるほど。成功してる。オムレツ。オムレツ。オムレツ。あ、そうここです、ね。え、セミタックル的な技だ。徹底抗戦。みたいね、徹底抗戦。あのね。ゴーストやから攻撃通らん。そうかそう。あ、波動なんとか。そう。あ、なるほどね。なんでお前出したんやしたじゃないか。いや、ワンチャン1残ったらギリ。あ、そういうことね。もう無理やったら。なるほど。これで。負けた。シバが一勝。やった。おわ。ちょっと一勝やな。まさかや勝てると思わなかった。引き寄せましたよ。俺氷なんか久々に見たわ。久々にあれが当てたのがやっぱ勝因やな。あれなかったらぶっちゃけギリって勝てたような気がする。